クイーン・ゼノビア総長だな。クリスとジェシカもこいつに襲われたと思うか。まさかそんな。おい、クリスが死んだとは言ってないぜ。そうね、すぐ捜索を続けましょう。何の音だ。鍵、見てくるわ。ああ、俺はこいつをもう少し調べてみる。オーケー、鍵が勝手ないな。私はクリスたちの捜索を続けるわ。さすがに鍵は一人でには開かないだろう。ハンドガの弾、感知できる。海岸の漂着物とタイプが似ているわ。弾取れない。こいつは、いや、まさか。なんだ、その脅かしような感じは。こいつは、いや、まさかって、そういうのはいらないんだよな。そうそう、クリスを探しに来たんだよね、ジルたちは。傾いてるな、この船も。あ、クリス、クリス、クリスなの。 いい背中してるな。クリス、答えて。ドアノブがでか。クリスを発見したわ。何者かに監禁されている。助けられそうか。ロックされているわ。鍵を探さないと。無理だ。分かった、俺も探してみる。ああ、ちゃんと仕事しろ、お前。ここにハーブがあることは知ってるんだよな、もちろん。リベレーションズは一番最初に始まったのが 3DS あたりかな。 3DS ってこのジェニシスあるじゃん。これが開くのがコントローラーだからいいけど難しいんだよな。 3DS とな、 3DS はコントローラーじゃないから。ハンドガン弾取れない。取れない言うても、ちょっと待って、なんか声が聞こえる。あ、います。いや、やばいやばい、いるいる。まあ私は知ってるから、その驚きはしないから。近い近い近い。よし、弾を取ったか。ちょっと弾を取りに行こう。つい死角でドアとか開けようとするんだよね。ここはやっぱあるか。取って、ハンドガンの弾。これもどうせハンドガンの弾だろ。一応取っとこう。取っとこうだが取れないか。ハンドガン全部で40発しか持てないんだよね、今は。ここは鍵がかかっている。開かないな。あ、なんだ、デロデロが出てますけど。これ言い忘れましたけど、お母さんと一緒に見てねえだからね、18歳以下は。なんだ、ああ、女の人が殺された。こちら2体いるからな。どうだ、いるか。ここはよし、まず1人目。よし、倒した。ジル、状況を報告してくれ。生存者を発見。でも化け物に殺されたわ。身元は？調査してみるわ。調査した。よし、もらっていく。あ、鍵があるな。さすがにもう取れないか。これはなんだ、ハンドガンの弾。向こう側か。ハンドガンの弾ありすぎ。
パーカー、女性は身元不明。でも鍵を見つけたわ。これならもしかして。試してみる価値はあるな。クリスの元で合流しよう。先に向かうぜ。クリスたち、クリスのいる部屋に向かう。物質、ぶ、まあ、いや、何でもいい。私に勝てるわけないのだが、あ、いるぞそこ。あ、よし。あと 2% で 100% だ。開く。ハンドガンの弾と手榴弾。私には見る。何せ夢の中で体験したからな、こいつら。ニッパー、うん、ここにもあるんじゃないのか。ハンドガンの弾、ここにも。手榴弾、そしてハンドガン。グリーンハーブ。よし、何もないな。先行くか。ここは怒りだよね。怒りの鍵がないと入れないとこだから。おじゅ、近い近い近い。よし、危ないな。だが私に勝てるわけないのだが、止められないぞ。お前らの出方は知ってるからな。弾が減るな。ない、弾がない。こっちとかあまりない。もう全部取ったのか。もっと進めない。これまた取ってなかったな。おお、出てるぞ。膝、お膝治療が決まった。ここに弾があっただろう。あれ、全部取ったのか。ここにはあるな。なあ、ハーブか。あ、ちょっと間違った、間違った。やばい、俺の手榴弾が1個になっちまった。部長、早くクリスを急ぎましょう。新たな敵かと思うと近すぎだよ。近づくな。セクハラかそれ。仲間って言わないぞお前。クリス、クリス、人形。こいつは。しまった、罠が。真実へ、ジル・バレンタイン。エピソード1が終了したな。合計は S ランク。とりあえずセーブしようか。セーブして先進もう。時間がまだ余ってるから先進もう。これまでのバイオハザードリベレーション。クリスとジェシカの連絡が途絶えた。会場で通信リンクが切れている。
クイーン・ゼノビアだ。この船のどこかに二人はいる。無人の船内に不気味な気配が、まさしくゴーストシップだぜ。銃かしら。嫌な予感がする。どこなの、クリス。クリス。人形。こいつは。しまった。罠か。ようこそ真実へ。バレンタイン。まだ本部と連絡つかないし、雪山で数時間とか本当ありえない。クリスですな。こんなんだ。飛行機？うっそ、落ちた。落ちたね。近辺空域に航路はなかったはずよね。だが俺たちの追っているアジトの情報とは一致する。急ぐぞ。急ごう。また仲間がついてますな。二人組かな、大体リベレーションズって。ひど、これじゃ生存者なんて。この女性の名前は、手がかりは必ずあるはずだ。ジェシカ。ハンドガンの弾。ここで調査するわけですな、クリスたちが。ここにもハンドガンの弾が。クリスはハンドガンの弾何発持てるんだろう。ここにもハンドガン。明らかに、お、わずかだがウイルス反応が残っているな。結構取れるな。ねえ、本当にあのベルトが復活したって思う？わからん。だが1年前の経験者には信じがたい話だろうな。死んでる。ここまさかあったな。飛行計画書を入手した。飛行計画書。ここから目的地が割り出せるな。目的地はバルコイネモキ君。バルコイネモキ。そこがベルトルのアジトか。行動を抜ければ近いはずだ。グリーンハーブ。ジェシカ、来てくれ。ジェシカ来い。待って、今手を貸すわ。ファイト一発。寒そうだな。行動も寒すぎ。風がない分まだマシだ。え、オオカミ今の聞こえた？ちょ、今の聞こえたってギャル子っぽく。来た来た。こいつら感染している。やばい。気をつけろジェシカ。気をつけろジェシカ。もっと可愛いのがいいわ。これもだ。あ、ナイフとジェニスを間違っちゃう。可能性は高いな。奴らの復活が本当なら。ああ、俺たちが止めないとまた多くの人が死ぬ。よし、倒したか。どうやら仲間を呼ぶ前に倒したみたいだな。じゃあここはショットガンを切り替えて登ってくるとこ。お、どうだ。ハンドガンも取れない。 BOW で来い。
って。あ、来たな。これを投げれば寄ってくるだろう。いるいる。伊賀さん倒したな。グリーンハーブ、ここにも何かあった。ハンドガンの弾が取れない。 BOW で来い。BOW で来い。お、ショットガン、ショットガンは大事だ。BOW で来い。ねえ、確かジルだったわね。何の話だ、任務に集中。だって前に組んでいたんでしょ。前の組織からパートナーだ。なぜかなって思ったから確認しただけ。なぜ確認した。お前には関係ないだろ。もうハンドガンの弾取れないな。全部で90発か。ジェシカ早すぎ。バカ、やばい。あー、ジェシカ、お前先に進むな。クリス、大丈夫？大丈夫じゃねえよ。足を痛めたようだ。足を痛めた。すまん、今は動けそうにない。 BOW ってこい、6個持ってるからな。やばいぞ。待ってクリス、今そっちに行く。これだな。どうだ。いてて、あとはもうこういう時に限って足もつれるし。ありがとうですか。当たんない。くそ、このままでは弾が当たる。でも、もうないよ。でこい、でこいを投げる。痛い。もうすぐよ。どこだ。ジェシカがすぐ行くわ。早く迎えに来い。でこい、あっちで行け。お、いいぞいいぞいいぞ。まだいるか。いいぞ、うまっ、うまい攻撃だ。こんなこと言ってる場合じゃない。痛い痛い、でこい。痛い痛い痛い。でこいだ。でこいの元へ行け。あれ、痛い。死なないのか。痛い痛い。あ、なる。ありがとう。立てる。すまないジェシカ。すまない。ねえ、さっきの続きなんだけどさ。何のどの続きだ。私とジル、どっちがいい感じ。比較は簡単だ。望む答えを返すこともな。だが必要なのは言葉じゃないはずだ。そうくる。じゃあこの任務で信頼勝ち取らなきゃね。必要なのは言葉じゃないはずだ。見て、すごい口説き文。あれが空港。あそこがアジトか。こちらはフォークボール、聞こえているか。クリスだ、聞こえている。無事なのか。今どこだ。ここ数時間障害で通信できなかった。現在地はマルコイネ目記だ。しまった、あれは罠だったか。
どういう意味だ。偽の情報に踊らされた結果、地中海へ向かわせたジルとパーカーの通信が途絶えた。現在も消息不明だ。どういうことだ。二人に何を。クリス見て、あれはまさか。オブライエン、残念ながら悪い知らせよ。ベルトロの紋章を見つけたわ。ベルトロの復活は真実だと。だとすれば、ええ、ジルとパーカーがはめられた罠も、もしかしたら奴らが。いや、可能性は否定できん。オブライエン、俺たちはジルとパーカーの捜索に向かう。いいな。構わん、今すぐ地中海に向かってくれ。あとは我々が引き継ぐ。ねえ、一体何が起きてるっていうの。考えている暇はない。行動開始だ。はい、ということで今回はここまでにさせていただきたいと思います。次回のバイオハザードレベレーションズで会いましょう。ほんじゃまったなー。